そろそろこのボロアパートからも引っ越したいな。お、BS 対応物件じゃん。 BS とかで MLB とか映画とか見るし、ここの物件にしよう。引っ越しの片付けも済んだし、テレビの接続でもするか。地上波と BS のところにコードを接続して、コンセントにプラグを挿せば準備完了。あれ、 BS が受信できない、心霊現象だろうか。とりあえず管理会社に電話しよう。はい、管理会社です。BS のコードをテレビに挿しても受信できないんだけれど。ケーブルテレビを契約してください。え、だって BS 対応物件じゃないんですか。ケーブルテレビを契約すれば BS 対応物件です。何か問題でもございますか。それでは失礼いたします。クソが。このように物件情報に BS や BS 対応と書いていても、ケーブルテレビに加入しなければ BS 放送が視聴できないケースがあります。これは物件建設の際や物件の放送設備改修の際に、ケーブルテレビ会社がその費用を大家さんに補助し、大家さんがその補助で放送受信設備費を浮かせていたことに要因があります。ケーブルテレビの送信方式に関しては、主にパススルー方式とトランスモジュレーション方式がありますが、大体のケーブルテレビ会社で BS 放送に関しては専用チューナーが必要なトランスモジュレーション方式での送信なので、今回の動画のようなケースとなったわけです。ケーブルテレビ会社は BS が未体操を狙い、加入を促進するために大家さんに補助するのです。正直少しずるいですね。クソが。なお、大家さんによっては別途物件に BS のアンテナを設置する方もいますが、今回の大家さんはギリギリまで切り詰められた方みたいです。ケチが。じゃあケーブルテレビに加入しないと BS 見れないのか。裏技的な方法では、日本のトランスモジュレーション方式と互換性のある海外の DVB-C 方式の PC テレビチューナーを用意し、 F プラグ変換器、 IC カードリーダー、何も改造していない B キャスカードを用意、テレビテストという Windows ソフトをインストールすれば、ケーブルテレビに加入しなくとも BS 放送を見ることができます。なお、この方法では B キャスカード班以外の放送はコピーガードがかかるので、一部の BS 放送が見れない場合もあるのであしからず。アリエクで4000円くらいでチューナー買えるみたいだし、やってみるか。ありがとう、知らない天の声おばさん。